魔女、ベアトリーチェか。ほんとかね。バトラー信じてない？別にマリアが言ったのを疑ったわけじゃないぜ。バトラ納得。なになに？我が最愛の魔女ベアトリーチェ、懐かしき故郷を貫くって、なんだこの怪しげな長い碑文はよ。すげえだろそれ。爺様が書かせたものだよ。意味深だろ。知ってる、黄金の隠し場所。おいおい、後ろ宮家の隠し黄金の話か。そりゃまた懐かしい話だね。っていうか兄貴、これマジなのか。これを書かせたおじい様はこの絵とこの碑文に関しては何も語ってくれないんだ。でも親類たちの間ではおじい様の黄金の隠し場所を記したもので、この謎を解いた者に家督と黄金のすべてを譲るという意味ではないかともっぱら囁かれてるよ。マリア聞いた、マリア聞いた。黄金いっぱいいっぱい。さてな、10トンの金塊なんてね、私はちょいと眉唾だけどな。しかしよ、こんな碑文を読んじまうとマジかなって気になっちまうな。そんな話があったな。
俺たちも小さい頃、親からその話を聞かされて、宝探しと称して島中はあちこちうろうろして、森で迷ってワンワン泣いて、使用人さんに見つけてもらって親にめちゃくちゃ怒られたんじゃなかったっけ。懐かしいぜ。バカだったよな。だってよ、じい様はその資本金で儲けた挙句でこの島を買うんだぜ。この島に来る前から黄金を持ってたってことになるじゃねえか。この島にあるわけがないぜ。そうとも限らないよ。その黄金が元からこの島に隠されていて、それを確実に自分のものにするためにこの島を丸々買い取ったとかね。何しろ10トンもあるんだもん。安全な場所に移すより隠し場所そのものを確保する方が現実的だよ。この碑文を書かせたのは2年前。それもじい様自身ってなると、なるほど、黄金伝説も信憑性が増してくるじゃねえか。じい様が後宮家復興の資本金にしたという魔女に授けられた黄金が10トン、そいつがどこかに今も眠っていて、じい様はこの謎を解けたやつに全部を譲ろうって、そういうつもりなのかもしれねえ。へえ、じい様らしいセンスというか、なんというか。マジならなんとも景気のいい話だぜ。そういうつもりなのかどうか、おじい様の胸中は想像もつかないけどね。一つ言えるのは、このうさんくさい碑文をおじい様は一族全員に告示するかのようにここに掲示したこと。そして黄金の存在はほのめかしながらも、いまだにその隠し場所について一切触れないこと。そこから親たちが想像を膨らませて、おじい様の知恵比べに違いないって言い出した。欲の皮が突っ張ってるうちの親父あたりだろうぜ。こんな弱いことを真に受けてるなんてよ。じい様の黒魔術趣味はバカにしてるくせに、この隠し黄金の話だけは信じてやがる。調子のいい話さ。確かに現実的な話じゃないよね。当時無名で何のコネクションもなかったおじい様に無償で莫大な金塊を融資する人物なんているわけがない。それがいたからこそ、おじい様はそのスポンサーを魔女と呼んだというなら考えられない話じゃないけど。でもよ、10トンだぜ10トン。一体現金に直したらいくらくらいになるんだ。っていうか、とんでもない量になるはずだぜ。とんでもない量だよ。人類が有史以来発掘した黄金はせいぜい10万トンって言われてる。人類の歴史が手にした黄金の1万分の1を個人が手にしてるっていうのはとてつもないことだよ。それが一箇所にあり、しかもそれをおじい様にポンと貸し出せるような魔女、ただものじゃないね。まあ、私はよ、その10トンって数字ももはや嘘くさいと思ってるぜ。第一よ、じい様以外に見たやつはいないんだろ。仮に気前のいい魔女が実在して黄金を貸したとしても、それは10は10でも10キロぐらいの間違いじゃねえのか。10キロでも相当いい金額になるはずだぜ。10キロの黄金っていくら？さあ、金も相場の影響を受けるから何とも言えないし、純度や鋳造先の信用によっても変わってくる。換金に手数料もかかるし。ただ希少金属であることは間違いなくて、このまま採掘が進めば人類はあと半世紀ほどで全てを掘り尽くしてしまうんじゃないかって憶測もある。
デタラメに言って1キロあたり200万円程度の価値はあるんじゃないかと思うね。ヒュー、私よ、10キロってのは今適当に言って控えめな数字なんだけどよ、それでも2000万円の価値があるってことになるじゃねえかよ。マリア体重28キロ。ということはマリアちゃんと同じ重さの黄金ならその価値は5000万円を超えるって計算になるね。そりゃたまげるな。10トンならいくらだ。10キロで2000万が1000倍だから、200億円か。こりゃたまらねえや。マリアの大好きなショートケーキだったら多分一生かかっても食い切れないくらい買えるぜ。でも200億円という現金ならいざ知れず、それと同等の金塊がひとところにあるなんてとても現実的とは思えないね。さっきも言った通り黄金は非常に重くて財産をまとめておくにはちょっと便利とは思えないよ。ものすごい額面の有価証券とか、ものすごく価値のある宝石とか、そういうものなら考えられなくもないけれど、戦時中の混乱期に自分の資産を持ち運べるよう全て宝石などに変えた人たちがいたのは有名な話だからね。でも黄金で資産を備蓄したというのはなかなか聞かない。確かに重いけどよ、国際的に一番信用されてて価値も安定してるし意味はあるんじゃないのかな。証券とかだったら国が滅びちまったら紙切れになっちまうわけだし。そういう考え方もあるね。でも 10kg のインゴット一つでも体感重量は相当のものだよ。聞いたことない？ 50kg の人間は背負えても 50kg の俵は担げないって。それだけの莫大な重量の金塊を個人が所有するリスクと手間は計り知れないね。ってことはつまり200億円の札束がうなってるって話ならともかく、200億円分の黄金が山積みになってるってのはちょいと現実味がないわけだな。そういうことになるね。黄金伝説なんて響きはとても面白いんだけど、そもそも10トンの黄金という時点で少々無理があるね。そうやってリズメで考えるとみるみる嘘くさくなっていくぜ。夢のない話さ。でもそこは何しろあのおじいさまだからね。親切なお金持ちからの融資を大げさに吹聴して魔女から授かった10トンの黄金なんて例え方をしたのかもしれないよ。10トンという数字も象徴的な感じがするしね。つまり借りた金のありがたさは10トンの黄金に匹敵する価値があったってなことだな。じい様に大金持ちの勇敢マダムが気前よく恵んでくれて、その後夫人を魔女と呼んだってことじゃねえのか。
なるほどな。ってことはつまり、この魔女様は後宮家復興のための資金を恵んでくださった復興の大恩人ってわけだ。となりゃ、爺様が感謝の気持ちを込めてこんだけでかい絵を描かせて掲げさせたってのも、なるほど、おかしい話じゃないのかもな。ひょっとするとよ、当の本人は見るからに魔女っぽいばあさんだったかもしれないぜ。それを爺様が美化してこんな美人に描いてくれたってのは考えられる話さ。案外当の本人に会ってみたらこんなに美人じゃないかもしれねえな。ありえるね。ベアトリーチェって名前はいかにも洋風だけど、僕たち一族の名前がみんな洋風であることを考えると、このベアトリーチェって名前も日本人名を無理やり洋風にアレンジしたものなのかもしれないよ。なるほどなるほど、この美人は絵の中にしかいないってわけだな。それじゃああの立派そうな胸は揉めそうにないぜ。鼻から魔女なんておかしいんだよな。そんなのが地球上のどこにいるってんだ。ん？なんだよマリア。ベアトリーチェはいる。そりゃいるだろうよ。テレビをつけりゃアニメとかによ。いる、魔女はいる。バカだな、子供の夢打ち砕いてんじゃねえぜ。マリアは魔女とかベアトリーチェとかも確かに存在するって信じてんだよ。確かマリアちゃんは学校の文集に将来なりたいものは魔女って書いたんだっけ。いるよ魔女は。お兄ちゃんは信じるよ。ああ悪かったぜ。別にマリアの夢にケチをつけたわけじゃねえんだ。謝るよ。ベアトリーチェはいるよな。今もこの島の森の中に住んでいて、夜な夜なこの屋敷で何をやってるのか覗き見しに来るんだろ。だから森には入っちゃいけない。夜はいつまでも暗い森を眺めていてはいけない。森の魔女ベアトリーチェに見つかってしまうかもしれないから、バサマがそう言ってたんだもんね。信じるぜ。ケチをつけて悪かったよ。ほら仲直りしようぜ。あら皆様ここにいらっしゃられたんですか。てっきり海岸へ行かれたとばかり。シャノンか。いやさ、バトラはベアトリーチェの肖像画を初めて見るからさ、まあ見とれてたってわけだぜ。そうですね、見とれちゃいますね。ベアトリーチェ様って本当にお綺麗です。さぞや親方様を虜になさったろうと思います。
パトロン説の他にもおじい様の初恋の人だという説もあるんだ。どちらにせよ彼女に出会ってから数十年を経ているだろうにもかかわらず、今なお心の中に大きく居座り続けているんだから、それは今なお虜にしているということなんだろうね。やれやれ、これじゃばあさまはさぞや嫉妬しただろうぜ。私はよく知らねえけど、やっぱりそういうのはあったらしいぜ。ばあさまは金髪の浮気相手がいると信じてたらしいな。いい匂い、シャロンからいい匂い。あ、申し訳ございません。熊沢さんからこれを皆さんにお届けするようにことづかりました。なんだろう。素敵だね、クッキーだ。お召し上がりいただけますよ。でもそのマリア、ここじゃなくてよそで食べようぜ。クッキーをお弁当にピクニックに行こう。そうだな、ちょっと表の空気を吸いに行くか。魔女様の御前でつまみ食いもねえもんだぜ。そうだ、もともと私たちは浜辺に行こうって言ってたんじゃねえか。行こうぜ行こうぜ。シャノンちゃん、申し訳ないんだけど、腰を下ろせる敷物と水筒にお茶を入れてきてもらうのをお願いしてもいいかな。はい、かしこまりました。信じてない？いや、信じるぜ。その方が夢があるしな。黄金の魔女ベアトリーチェがじい様に10トンの黄金を授けた。それでその黄金がどこかに眠っているかもしれない。しかもそいつをじい様は怪しげな碑文に書き残し、見つけられるもんなら見つけてみろと俺たちを挑発してるってんじゃねえか。こういうロマンはあった方がいいってもんさ。200億円の黄金か。私たち4人で山分けしたってとんでもない金額になるな。一人頭50億円か、すごいね。それだけあったらどんな事業でも起こせそうだよ。いや、そもそも働かずに生涯を優雅に過ごせるだろうね。マリアには金よりクッキーだな。しかし50億円か、夢のある話さ。バカバカしい。まさかお前たちは親父殿の黄金伝説を本当に信じているのかね。魔女が黄金を与えた云々はさすがに信じねえさ。だが黄金の話だけは間違いじゃない。お父様が出自不明の金塊を持っていたことは複数の筋から確認されているわ。死んだマルソーの会長は生前お父様に某所で積み上げられた金塊を実際に見せられたという。お父様はそれを指して10トン分あるとはっきり明言したわ。老いぼれのザレ事じゃないか。
親父殿と一緒に存在しない黄金の存在をでっち上げただけだ。取るにも足らない。存在せん黄金に穴いな軍資金は集まらへんで。会長さんは生前その真摯なお人柄で、あれだけ大勢の財界人から尊敬を集めたお人や。詐欺の片棒なんか担がへん。兄貴、マルソーの会長は確かに見たんだ。10トンの黄金をはっきりとその目で。しかも親父はそのインゴットの一つを任意で抜き取らせ、会長に持ち帰らせて鑑定させた。それは10キロのインゴットで、鑑定結果は純度49。インゴット表面には後ろ宮家の家紋である片翼の和紙が刻印されていたという。後ろ宮の黄金伝説は瞬く間に財界のフィクサーたちの間に広がったわ。鋳造元不明の黄金は換金率が悪い。ボロ儲けのチャンスだと思った彼らはそれを担保に認め、結果お父様は莫大な融資を受けることができた。バカバカしいにも程があるじゃないか。お前たちはいくつになるんだ。まだそんな子供の頃のおとぎ話を真に受けているのかね。第一、その10トンの黄金の証拠はどこにあるんだ。親父殿と親交の深かったごく一部の人間のザレ言だけじゃないか。もちろん口伝だけさ。でもよ兄貴、親父が調達した莫大な金はそれに見合う担保が必要だった。仮に黄金がデマでも、それに匹敵する価値あるお宝を親父が見せたのは紛れもない事実じゃねえのかい。都市空権の親父殿が作った黄金幻想さ。ありもしない黄金をあるかに振る舞い、スポンサーたちを騙したんだ。一世一代の大博打だったのだろう。運よくその資産の運用に成功できた。もし当時の外需拡大がなかったら、後宮家の再興はならず、親父殿は世紀のペテン師として追われていただろう。じゃあクラウス兄さんは黄金など最初から存在せず、全てお父さんのでっち上げだいうんか。もちろんさ。だから十分な成功を収めた後には、黄金幻想など面倒なだけだった。だから親父殿は魔女だの黒魔術だのと、わけのわからないことを後に言い出して信憑性を薄めたのさ。つまり黄金幻想がでっち上げであることを明かしたのだよ。魔女に黄金を授かったなどといえば、もはや誰も黄金の存在を信じたりはしまい。あるいはお前たちのために言い出したのかもしれないな。なのにありもしない黄金を遺産分配に含めて議論しようというバカな息子たちが現れる。ローザ、まさかお前までこんなでっち上げを信じてるって言うんじゃないだろうな。私はお父様が本当に黄金を持っていたかどうかを確かめることはできない。でもお父様の4人の子供の一人として正当な分を主張したいだけよ。ほう、ローザも言うようになったじゃないか。なるほど、お前たちはこう言いたいわけかね。私が黄金を独り占めしようとしていると。兄さんが莫大な軍資金を調達したのは事実。それがお父様の個人資産の横領では断じてありえないというなら、つまりはそういうことよ。兄貴はすでに10トンの金塊を見つけてるんじゃないかって。俺たちはそう見てるのさ。バカバカしい。そんなものは元より存在しない。じゃあ説明なさいよ。お父様の財産の横領、お父様の隠し黄金、
そのどちらでもないなら、どうやってあれだけの軍資金を調達できたっていうの？私にも政界財界に友人が多くいてね、彼らから協力を得ただけに過ぎんよ。それについてお前たちに説明する義務はない。分かっているだろう。話せぬ方面の筋もある。兄貴がそうだと言い張るんならそれでいいさ。でもよ兄貴、親父は長くない。来年の今日まで生きてるなんて誰にも保証できねえんだぜ。親父が死ねばその時点で遺産相続だ。俺たちは全員の立場から中立な弁護士と会計士を立てて親父の財政状況を調査させるぜ。その時お父様の資産に兄さんが不当な干渉をしていることが発覚したなら、お分かりね。何の話だかさっぱりわからんね。妻でなくても憤慨したい気持ちだ。お父さんの黄金はもちろんお父さんの財産や。表に出せん金やっちゅうのも分かっとる。しかし4人に公平な権利があるはずや。つまり兄貴が黄金を独り占めしていないかどうか、兄貴についても財務状況を調査させてもらうぜってことなのさ。いい機会じゃない。兄さんの言うところの友人知人にバックアップしてもらったというところを証明なさいよ。そうすれば兄さんは潔白、私たちはくだらない疑いを持ってしまったことを潔く謝れるわね。えローザ。そうね、クラウス兄さんこそ話をはぐらかしてるわ。やましいところがないというなら証明してくれればいいだけの話なのに、兄さんはまるで取り合おうとしてくれない。だがまあ兄貴の立場にも配慮するさ。親父の名代ということで俺たちより一つ多く責任を背負ってるところもあるだろう。今まで散々気楽に過ごしてきた俺たちがそれを察しないでブーブー言うのは、こりゃフェアな話じゃないぜ。ほう、さっきから落とされたり持ち上げられたりと忙しい。本題に入りたまえ。つまりな、お父さんの財産をあれこれ調べて重箱の隅をつっつくんは無粋やないかって話なんや。クラウス兄さんの言う通り、うまく説明できん金の動きもあるやろ。そこを理解した上でわしらは兄さんに相談を持ってきたんや。お互いにとって悪うない相談や。相談？ほう。遺産分配時に今日まで親父の面倒を見てきてくれた兄貴のご苦労を最大限に汲み取り、分配に寛大な理解を示そうってことさ。間違えないでよ。別に私たちの権利を放棄するって言ってるわけじゃないのよ。ただその権利を主張する際に兄さんの立場に立った寛大な理解があってもいいんじゃないかしらということなのよ。つまり条件を飲んでくれたら、わしらは遺産分配時にお父さんの財務状況調査をクラス兄さんに一任してもいいっちゅうこっちゃ。信用ゼロの私に長兄としての信頼を返してくれるというのか。その見返りは何だね。同じ兄弟としての公平な権利さ。俺たちの兄貴は親父の財産をかすめ取るようなやつじゃない。だがしかし
兄貴に融資するパトロンも存在しない。ドナリア、つまりこういうことなら兄弟は納得するわけさ。兄さんは10トンの黄金を見つけ、それを担保に軍資金を作った。そう、お父様がかつてそうしたようにね。そういうことならお父さんの財務状況におかしな点は一切あらへん。クラス兄さんはずっとお父さんの世話してきた孝行息子や。備えなお人を信用せんわけにはいかへん。回りくどくて分かりづらいな。もっとはっきり具体的に言いたまえ。条件の一つ目、まず兄貴は親父の黄金を見つけていたことを認めること。ありもしない黄金を私が持っていると認めろと。条件2、その黄金について兄弟の取り分を認め、これを支払うこと。バカな。ありもしない200億の黄金について一人頭50億、合計150億を支払えというのか。バカバカしい。最後まで聞きなあれ。備え大金出てくるのは分かっとる。でけへん取引はするつもりないで。もちろん黄金の取り分についてもクラウス兄さんの今日までのご苦労を十分にねぎらって換算するつもりや。条件3、黄金の分配は後宮本家当主跡継ぎの肩書きに 50%、 残りを兄弟の正当な取り分として分割。もちろんクラウス兄さんもこれには含めるわよ。200億のうち125億を兄貴に、25億をエバ姉さんに、25億を俺に、25億をローザに。ありがたくて涙が出る分配じゃないか。存在しない黄金のためにお前たちに75億支払えというのかね。何よ、兄さんの取り分は私たちの5倍じゃない。私なら踊り上がっちゃう好条件よ。条件の4、分配金は親父の死亡時に遺産分配に含めて精算する。ただし手付金として俺たちの取り分の 10% を即納してもらう。支払いは来年3月までだ。どやクラウス兄さん、お父さんの財産をめぐる信頼を回復する絶好のチャンスやないか。さすがに75億の大金はお父さんが亡くなったからやないと無理やろ。だが手付の7億半はなんとかできんこともないんとちゃうか。半年で7億ってのはちょいとしんどい話だが、政界財界に友人が多いってのが自慢の兄貴ならなんとかできるだろう。本当なら今すぐ75億を一括で払ってもらいたいところよ。でも兄さんの立場に配慮してとりあえず1割を納める誠意を見せてくれたら、残りの9割は遺産分配時に持ち越してくれていいってことなのね。1割程度の誠意なら兄さんにだって示せるんじゃない。親父殿の財政状況調査を私に一任する権利を7億5000万で売りつけようというのかね。上等じゃないか。お前たちも成長したものだ。この私に取引を持ちかけられるようになるとは。これらを兄さんが飲むなら私たち兄弟はお父様の財産状況調査を兄さんに一任する。ただしその調査結果は公弁の対象となる。当然よね。75億分私たちの取り分が減るように調整されちゃったら悲しいもの。原則的に文句は言わねえつもりだ。兄貴が綺麗にやってくれたならそれでいい。よっぽど露骨なことをしなけりゃ俺たちはことを荒立てるつもりなんかねえんだぜ。
俺たちだって早く遺産が欲しい。いつまでもグダグダして取りっぱぐれたくねえんだ。公弁された場合の再調査は誰がするのかね。兄さんでいいわ。多分これが兄弟で合議する最初で最後の機会だもの。そんなことにはならないと信じてる。ローザもたまには言うわね。申し訳ないが、条件はまだ続くんや。条件5。この取り決めはお父さんの遺言状に優先する。後になってこの取り決めが保護になるような遺言が出てきちゃかなわんちゅうこっちゃな。入念じゃないか。なら質問だが、仮に本当に黄金が見つかった場合どうするのかね。それに対する支払いを兄貴が済ませてる以上、俺たちは本当に黄金が出てこようがどうでもいいことさ。俺たちの取り分は先払いってな感じになるわけだからな。夢があっていいじゃない。この島をリゾート化するつもりなんでしょ。その工事の途中でひょっこり黄金が見つかるかもしれないじゃない。条件に7をつけてもらおう。私以外の兄弟が黄金を発見した場合、速やかに私に引き渡すこと。ええ、もちろん保証するわよ。とても良い話じゃないか。私もお前たちとの関係が疎遠になっていたことには非常に心を痛めていた。この条件を飲むことによって兄弟間の関係が再び有効なものにできるなら、それはとても嬉しいことだよ。喜んで話に乗らせてもらおうじゃないか。喜べローズ、取引は成立だ。いやに素直ね。兄さんらしくもないわ。それはひどいじゃないか。私に下心があるというのかね。あるわけもないさ。お前たちと同じだ。ならいいんだ。じゃあ兄貴、ここにサインをもらえるか。今の話を書き出した俺たちの誓約書だ。人数分ある。同じ内容に全員がサインする。
クラウス兄さんの提案した条件7ももちろん今から追記するで。安心したってな。兄貴、ペン使うか。実はこの取り決めを確かに履行するために1点だけ修正を提案したい。ダメよ。もう決まった話よ。黙ってサインを。エヴァ、何を焦っているんだね。もちろんサインはする。お前たちに黄金の分け前75億円分を約束する。親父殿の遺産分配の時きれいさっぱり清算することも約束する。だが一点だけどうしても譲歩してもらいたい部分があるのだよ。何の話だよ。どの点が気に入らねえってんだ。分け前の1割7億5000万円を即納する点だよ。お前たちの指摘通り私の財政状況は決して裕福ではない。数々の先行投資によって未来に必ず回収できると保証されながらも今のこの時点では火の車であることは認めなければならない。つまり今すぐに動かせる金は全くないということだ。私は無能で詳細の嗅覚も鈍い。お前たちの言うところの弱り目の私には7億半も半年で動かせる力はないということだよ。そんなはずはないでしょ。いい加減なことを言ってこの場をごまかす気。遺産分配時に全て一括で清算する。1割を即納する条件を削除したまえ。それが私にサインさせるための唯一の条件だ。クラウス兄さん、この1割はなあくまでも兄さんの誠意を測る数字なんやで。本当なら取引の余地もない話や。そこを100歩譲った上でとりあえず1割の誠意でこの場を丸く収めちゃるっちゅう大サービスなんやで。そう説明した上でそこを断るっちゅうは互いの信頼関係にちょいと影を落とすんとちゃいますか。お前たちは何を焦っているのかね。それとも何に怯えているのか。ローザ、私にだけは教えてくれんかね。他の兄弟たちには内緒でこっそり。別に私は。よせよ兄貴。俺たちは兄貴がサインするかしないかしか聞いてない。妙な勘繰りも交渉もなしだ。ほう、私には交渉の余地もないと。立場が弱いのは私の方で公平な関係ではないと、そう言いたいのかね。取引は公平な関係であるべきじゃないのかね。この取引は私にとっては弟や妹たちと長いこと失ってきた信頼を取り戻し、兄弟愛を深め合うもの。それは私にとって緊急に解決したかった心のしこりだ。それが今日解決できてとても嬉しいと思う。だがお前たちもこの取引を急ぎ締結することがとても嬉しいんじゃないのかね。秀吉兄さん、あなたの会社非常に好調子だそうじゃないですか。トントン拍子で上場を果たし、業績も株価も右肩上がり、実にお羨ましいことです。
うちの人の話は関係ないでしょ。だが株主たちに対する還元を怠ったのが悪かった。そして上場した時に足回りを固めきらなかったのもまずかった。気づいた時には立ちの悪い連中に自社株をだいぶ買い集められていたらしいじゃないですか。なんでそんな話知っとるんや。秀吉さんと同じですよ。私に融資する人間などいないと裏を取れる程度に私も秀吉さんの裏を取れるのです。そんな不思議があることはないじゃないですか。ルドルフの方も最近は大変だそうじゃないかね。海外は怖いとよく言うが、本当にそうらしいな。アメリカの裁判は極めて感情的に決まる。彼らは外国人に寛大な判決など出しはしない。先方と和解した方が結局は安上がりになると弁護士に忠告を受けたんじゃないのかね。
何の話？いや、まあ仕事上のトラブルさ。大したことじゃない。金でケリのつく話さ。その通りさ。世の中なんだって金でケリがつく。失った兄弟の絆だって買い戻せるようにな。アメリカは権利侵害などにはうるさい国だ。だが金さえあれば何でも和解できる。資本主義万歳だよ。もっとも和解金は数百万ドルにも及びそうだとの噂もあるがね。ローザは清く正しい妹だ。危険なマネーゲームなどには手を出さない。だがお人よしな性分が災いしたんじゃないかね。連帯保証人は気安く引き受けるものではないと思うがね。私もできることなら、可愛い弟や妹たちの危機に金を工面してやりたいと思っているよ。だが、残念なことに持ち合わせがなくてね。7億半もの大金が工面できるスポンサーに心当たりがあるなら、先にそちらを当たってもらいたいのだよ。もしお前たちがどうしてもこの兄を頼りたいというなら、私の口利きでスポンサーを探してやってもよいのだがね。おっと、私にはそんなものはいないと言っていたか。それではどうにもならんね。エヴァ、冗談じゃないわ。兄さんに借りなんか作れるもんですか。冗談じゃない、冗談じゃない。クラウス兄さんを頼ったらどう助けてくれるの。言ったではないか。私にできるのは他のスポンサーを探すだけだよ。もちろん利息を融通してもらえるようには最大限交渉するがね。ちくしょ、足元見やがって。あなた落ち着いて。落ち着いてるぜ。俺は極めて冷静だぜ。クソったりが。
こんな時本当に親父殿の隠し黄金が見つかればいいんだがね。そうすればすぐに25億ずつをこの場で切り分けてやれるのだが、残念残念残念至極、非常に極めて実にどうしようもなく残念だ。今宵は兄弟みんなで酒を酌み交わしながら、親父殿の隠し黄金を、ベアトリーチェの秘文の謎をみんなで解き明かしてみようじゃないかね。仲良し兄弟が4人揃えばきっと解けない謎はないはずさ。面白いことをする。それでその突きつけた条件というのは何か。はい、クラウス様は黄金の発見を問わずに、その分け前としてエヴァ様、ルドルフ様、ローザ様に計75億円を支払うこと、ただしその1割を3月までに支払うこと。クラウスの間抜け目、弟たちに足をさらわれるとはな。実に愉快ではないか。しかし詰めが甘いようだな。はい、クラウス様はそれを、エヴァ様以下お三人が緊急に大金を用立てする必要があるためと看破されました。ふん、その程度のことは看破できるのか。中途半端に無能な男め、今はどうしている。話は一度中断されました。今はベアトリーチェ様の秘文の話をされています。私の黄金がどこに隠されているのか、その謎を解こうとか。はい、奇跡の成就が先か、愚か者どもが黄金を暴くのが先か。実に見ものではないか。愚か者どもが我が謎を解き明かしたなら、その時は私の全ての敗北だ。我が屍を骨の一かけらまでしゃぶり尽くすがいい。愚か者どもの貪欲さが偉大なる魔法に奇跡を宿らせるのだ。だがもし奇跡の成就が先だったなら、ベアトリーチェは再び蘇る。私が半生をかけて追い求めたあの美少が蘇るのだ。おお、ベアトリーチェ、奇跡を落とす聖なる夜がやってくるぞ。悪魔たちとのゲームが始まるぞ。私はきっと打ち勝つ。絶対に生き残る。他の奴らの命はくれてやる。富も名誉も財産も黄金も何もいらぬ。ただお前の微笑みがもう一度見たいだけなのだ。なぜ私が黄金の隠し場所をわざわざ人目に触れるように晒したかわかるか。いえ、魔法の力はリスクで決まるからだ。ベアトリーチェの黄金を暴こうとする人間が多ければ多いほど、その危険が高まれば高まるほどに、それでもなお成就できた時、魔法の力は偉大なる奇跡を起こせるのだ。魔法とはつまりゲームなのだよ。
優れている者が勝者になるのではない。勝者には魔法が与えられ優れるのだ。わかるか。生命の奇跡が数億分の1という神々しい確率に勝利するからこそ与えられるようにな。お前には少し難しいか。申し訳ございません。よい。つまりはこういうことだ。ベアトリーチェの秘文の謎を解いた者には私が築き上げてきた全てを与えよう。富、名誉、黄金、そして後宮家の家督、私が築き上げてきた全てだ。その謎に挑む資格があるのは何も私の息子たちだけとは限らぬ。たとえお前であってもその謎を解けたなら全てを得る資格があるのだ。はい。ですが僕にはあのような難しい謎は分かりかねます。無論だ。難解に作った。だがお前も挑め。それが我が魔法の奇跡を呼ぶ糧となる。誰もが挑み誰にも至れなかったらその時はその時だが、奇跡が集い魔法の力が生まれたならその時こそベアトリーチェが蘇るのだ。だからお前も挑め。誰もが挑め。そして我が魔法に力を捧げるのだ。わかるな。はい、努力します。もうよい、下がれ。酒棚に菓子の袋があろう。ダチンに持っていくがよい。結構です。僕は家具ですから。ふん、家具は菓子など食わぬか。道理だが。ならばもう下がれ。はい、失礼いたします。南條先生、いかがなさいましたか。ああ、源次さん。いや、何、居場所がなくなりましてな。しかし私には分かりませんな。どうして金蔵さんはこんな挑発的なものを書かれたのでしょう。私には親方様のお考えは分かりかねます。深いお考えがあってのこととお察しします。金蔵さんのチェスは昔から随分と遠大な読みで布石を打たれるものでした。いや、時には理解できない一手さえ、私ごとき凡庸では何を目論まれているのか皆目見当もつきませんが、
私はこれを親方様の何かの遺言状ではないかと考えています。それを理解できた者に財産や家督をお譲りになられようということなのでしょう。つまり私のようなよそ者に解かれてしまう前に兄弟4人で協力し合って謎を解けということではないかということですな。金蔵さんは息子さんたちのことを口悪く罵ってはいますが、なんとか兄弟が仲を取り戻してほしいと願われているのかもしれません。親方様は一族のものでなくとも謎に挑む資格があると常々おっしゃっています。南條先生はいかがですか？いやいや、この老いぼれには少々難解が過ぎますが、実は以前この碑文を手帳に記しましてな、夜な夜な寝る前に挑んでみたのですが、実に難しい。お迎えが来るまでの間ゆっくり楽しむことができそうです。源氏さんこそいかがですか？私めは親方様にお仕えする家具にすぎません。黄金も財産も私には不要なもの。やれやれ、本当に謙虚な方です。だからこそ金蔵さんもあなたには心を許されるのでしょう。ならば光栄なことです。懐かしき故郷を貫く鮎の川、黄金郷を目指す者よ、これを下りて鍵を探せよ。